山下芳樹君日本共産党の山下芳樹です政治資金規制法には政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われるようにするため政治資金の収支の公開その他の措置を講ずることにより民主政治の健全な発展に寄与することを目的とするとあります総理は自民党の現職の衆議院議員50人以上参議院議員30人以上が毎年多額の 裏金を作っていたことは、民主政治の土台から、民主政治を土台から壊す深刻な問題だ、そういう認識ありますか岸田内閣総理大臣。あの政治資金というものは、えー、民主主義を支える重要な要素であります。えー、そののの重要な要な素である政治資金の信頼というのは あこの政治においてて極めて重要であると考えますその、まあ、政治資金に対する信頼が損なわれている、国民から疑念の目で,そで、目が注がれている、このことは深刻に受け止めなければならないえ状況であると考えています山下君あの、政治資金の収支を不記載にすることは、主権者である国民の不断の監視と批判から逃れる行為なんです。 それは自民党によって組織的に行われていたのだから、まさに民主政治を土台から壊すことそのものであります。で民主政治を立て直すためには、真相解明が大前提です。しかし、衆参の政治倫理審査会に出席した自民党議員の誰一人として、裏金作りがいつから、誰が始めたのか、あ語りませんでした。ただ、重要な証言がありました。 パネルにしましまた安倍派政和会の裏金還付金について、塩谷元文科大臣は、96年以前に還付金はなかった、えー、国政復帰した2003年にはあったと述べました、それから松野前官房長官は、2000年初当選して還付金を知ったと証言されました。塩野野氏氏松の発言から 清和会の裏金システムは、選挙があった96年10月から2000年6月の間にできたと推察されます。え塩谷氏、この間ですね、清和会の会長は、三塚弘元蔵将と森喜朗元総理です。加えてもう一つ重要な要素があります。1999年政政治治資金規正法のの改正がありました政治家個人の 資金管理団体への企業団体献金が禁止されましたそこで企業団体献金の抜け道である政治資金パーティーで資金を集め派閥の所属議員にキックバックするシステムが作られたのではないかと指摘されておりますその要素を加えますと政和会の裏金システムができたのは森元首相が会長の時だったと強く推察されます総理 自民党総裁として森元首相に、清和会の還付金が回避された経緯について、お聞きになられました岸田内閣総理大臣あの。今回の案件については、えー、検察のまあ捜査から始まり、えー、その後、えー、収支報告書の修正、会見。 自民党としての聞き取り調査、そして国会においても、政倫審での弁明など、さまざまな取り組みがあこの続けられ、結果として、この全体の,この構図、えー、等についてはあ一、一定明らかになってきたと、えー、認識していますが、委員ご指摘のいつからこのシステムが始まった点については、 国民の皆さんからまだ疑念の目が注がれている、はっきりしない、こういった指摘がある、このように感じています。だからこそ、今、党としても追加の聞き取り調査を行っているところであります。えー、森総理については 今までのところ、自民党の聞き取り調査、あるいは政倫審のこのやり取りの中で、直接関わるという発言は把握されておりませんが、いずれにせよ、全体を把握するために、この必要な聞き取りを、これから来週に向けて、党としても続けていきたいと考えます。これは聞き取りり調査続けてている最中ででありますので誰に対してどんな このう、この発言があったか、まあ、こういったことについては、明らかにすることはいたしません山下君、そんなこと聞いてませんよ、キーパーソンである森元首相に聞く必要があるじゃないかと、この状況から見てですよ、森会長があ清和会の会長だったときに、裏金シス,テムシステムが始まったんじゃないかと、これ誰が見てもキーパーソンですよ、なんで聞かないんですか。岸田内閣総理大臣 えー、経緯をまあ確認するために必要な聞き取り調査を続けてまいります。えー、誰に対して、性聞き取りを行うか、これについては従来から明らかにしておりません山下君、あのこの間、3月17日の自民党大会で、総理は森元首相に歩み寄って声をかけられてました、そのとき、経緯を聞いたらよかったじゃないですか何を話してたんですか、岸田内閣総理大臣。 自民党の行事等でお会いすすることはありますしかし、今行われている聞き取り調査は、問題になっている案件について、問題になっている点も含めて、聞き取り調査を行うものであります。行事で会う場合とは、これは異なるものであります。聞き取り調査の中で必要な聞き取り相手を確定して、 えー、この聞き取りを行ってまいります山下君、あの自民党執行部は安倍派幹部4人を再聴取して処分するといいます、キックバックをやめなかった結果、責任があるというのことですが、やめなかった責任も重いですが、始めた責任はもっと重いと言わなければならない、そこを曖昧にすることは許されません、真相解明のために総理自身が森元首相から経緯を聞くべきではありませんか、もう一岸田内閣総理大臣。 えー、自民党として追加の聞き取り調査を行っております、えー、実態を把握するために必要な聞き取りを行います山下君森首相に元首相には聞かないということですか下内閣総理大臣、えー、先ほどら申し上げておりますように、えー、政,治政治責任を判断するために必要な実態調査を行ってまいります、えー、そのために必要な 聞き取りを行います聞き取り相手については、従来から明らかにしておりません山下君、悩みても必要ですよ。ね、結局、総理にも自民党にも、民主政治を土台から壊す深刻な問題を起こしながら、本気で真相解明をする必要は微塵もないということが明らかになりました。ならば、国会が役割を果たすしかありません。委員長、野党があ参議院で共同して求めている4人に加え、裏金事件のキーパーソン中のキーパーソン。 森義郎元首相の証人喚もを求めます、えー。母国理事会で協議させていただきます。山下君。次に沖縄県うるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊の訓練場を作る計画について聞きます。防衛省は昨年12月2024年度予算案に訓練場を新設するための土地取得費を計上しましたが、地元には何も知らされずておらず衝撃が広がりました。 現地では保守革新の立場を超えて反対の声が広がり、3月7日、沖縄県議会は計画の白紙撤回を求める意見書を、退席なしの全会一致で採択しました。意見書は、当該地の周辺は閑静な住宅地であり、近くの石川岳など、自然環境に触れられる場所として、県民から親しまれている地域である。地元住民や自治会うるま市 沖縄県にも知らされず発表されるという計画に県民は動揺を隠せない、さらに隣接する県立石川青少年の家には、自然体験学習の場として、年間4万人もの児童・生徒が訪れている、このような場所に訓練場が建設されると、住民の生活環境に影響を与えかねず、子どもたちの学びの場の確保に支障をきたす恐れもあるとして、一つ、うるま市石川における自衛隊訓練場整備計画を白紙撤回することと。 強く求めていますこの意見書の提出者15人のうち5人は自民党の県議の方ですそのほかにティーダ平和ネット沖縄三日市共産党維新の会公明党無所属の県議の方もいます文字通り沖縄県議会ぐるみの意見書です意見書は総理宛に出されております重く受け止めて計画を白紙撤回し断念すべきではありませんか岸田内閣総理大臣 防衛省においては、南西地域の防衛体制強化のため、令和9年度までに第15旅団を増強して、師団に改編する計画と承知しています。これに伴い、うるま市において、新たな訓練場整備のための土地取得を計画していると承知をしております。そしてて本訓練場の整備にあたっては 防衛省に対して、地元のさまざまな方々からご意見をいただいており、現在、防衛省において、住民生活との関係を重視する観点から、取得後の土地利用のあり方について、改めて検討を行っていると報告を受けています。防衛省は必要な防衛体制の構築とともに、防衛施設が地域に与える影響を適切に抑制する責任を有しています。引き続き続防衛省に検討を進めさせ 結論を得られた段階でえ、丁寧に説明させたいと考えます山下君あの、全く丁寧ではない経過に、住民ぐるみで起こっているわけですねあの。訓練計画の内容が、若干当初から変更されましたが、変更された後にこの白紙撤回を求める沖縄県議会の意見書が全会一致で採択されています。3月月日日ですさらに3月11日沖縄自民党沖縄県連も 土地取得の断念を防衛大臣に申し入れました。陸自駐屯地ができた与那国や石垣、宮古島では、当初、説明のなかったミサイル部隊が配備されるなど、一度訓練場ができれば、なし崩しで機能強化される恐れがある、だから計画の白紙撤回、断念を皆さん求めているんですね。訓練場の建設予定地地あるゴルフ城跡地は 道一本挟んで住宅地が広がが広っています、えー、鳥の鳴き声が聞こえるほどな場所ですなぜこんな場所に作るのか、事前に説明もなく、住民のことを何も考えていないと、これが地元の自治会長の声です、それからこの中にもあるように、県立石川青少年の家、小学生を中心に年間約4万人が利用し、野外炊飯やキャンプハイヤーを楽しんでおります。子どもが寝泊,、ね、寝泊まりする宿舎から 訓練場の予定地はカレーを作る炊事場からは目と鼻の先なんです、施設の関係者の方は、すぐ隣で夜間訓練すれば、子どもたちは恐怖で眠れなくなると懸念されております。えー、今年のその後ですね、3月20日、うるま市で開かれた国に計画断念を求める市民集会には、1200人以上が集まりました主催された。 自衛隊訓練場設置計画の断念を求める会の伊波恒弘共同代表は次のように訴えました、私は保守として自民党の市議4期、県議2期を務めた、国が計画を決めたとき、地元の旭区に一言もなかった、隣の空き地に人が家を作るときに、挨拶ぐらいするのが当たり前だ、わずか80日間でこのような戦いが展開され、事態が非常に動いているが、完全に断念させるまで油断せず、力を結集して断念を目指そう。永武元知事が言ったように うちな後ら,後えらって並んどと沖縄を侮ってはならないよという声です。総理、隣の空き地に家を作るとき、挨拶ぐらいするのは当たり前、沖縄を侮ってはならない、この声をどう受け止めますか。岸田内閣総理大臣あの先ほどもお答えしましたが、本訓練場の整備にあたっては、防衛省に対し、地元のさまざまな方々からご意見を頂い,いており、 現在、防衛省において、住民生活との関係を重視する観点から、取得後の土地利用の在り方について、改めて検討を行っていると報告を受けています。そして、これまでの対応が乱暴であるというご指摘については、これは真剣に受け止めなければならないと思います。その上上で今申し上げた検討を行い えー、そしてそれを丁寧に説明する、えー、そうした取り組みを防衛省に、えー、行うよう、えー、私の方からもし,、えー、しっかりと指示をいたします山下君、防衛省に任せたらだめですよ、こんな乱暴なことやるんですからね、防衛大臣に指示できるのは総理です、自民党県連も含め、島ぐるみで、えー、計画の断念、これを求めているわけですから、総理がそう指示すべきだと思います。 南西地域の防衛力強化といいますが、沖縄の人々は沖縄が再び戦場になるのではないかと危惧しています。県民の4人に1人が犠牲となった沖縄戦の体験があるからです。岸田政権が進める他国攻撃のための長射程ミサイルの南西諸島への配備は、米国の戦略に従い、沖縄を再び戦場にするものです。新たな訓練場のののの建設はそそ一環であります無地図宝宝命こそ宝この沖縄の心を踏みにじる 訓練場建設計画の白紙撤回断念を強く求めるとともに、かつて紛争と戦争の絶えなかった地域を半世紀かけて対話と協力の地域に変えた ASEAN アアと協力して、戦争の心配のない平和な東アジアをつくる外交ビジョンを持つことこそ重要だと述べて、質問を終わります。